私たち日頃いい世の中が来ますようにのいいよさ来いという思いを胸に踊っているんですけども、その思いが風に乗って、見ていただいたお客さんの心に届いたらいいなという思いで踊らさせていただきます。そして皆さん、純真とオマという2人を知っておりますか？この土佐の高知の播磨屋橋で盆山かんざし買うを見たっていう民謡があるんですけども、よさこい節、その、坊さんが純真さん、そしてその相手がお馬さんという2人なんですけども、この2人歴史上ではですね、結ばれない仲になっているようで、それはちょっとかわいそうだなという思いも込めまして、歌も作ってみました。またその歌詞もね、もしよければ、耳を傾けていただけたらと思います。それでは、よさこい園は風を向いてみんな笑顔で精一杯踊らさせていただきます。手拍子掛け声応援よろしくお願いいたします。はい、それでは踊らさせていただきます。よさこい園は風を向いて構え。祭り、今日その思いを一つに、よさこい連和が舞い踊ります。誠に誠におめでとうございます。よさこい連和一同心よりお祝い申し上げます。皆様手拍子よろしくお願いいたします。ありがとう。